9月29日、最新セリーグ順位表。リード守れませんでしたか。躍中上げてきたな。阪神2位確定きたー。長岡さよならきたー。阪神対 DeNA、7対6で阪神が勝利。勝ったでー。じゃあなんかすげー久々に勝った気がするわ。漆原、移籍後初勝利きた。CS 甲子園きた。2位通過なら日本シリーズ行きは全然あるな。東続投ならやられてたわ。何かあったんやろな。球数も余裕やったのに。負けたでー。またまたエラーと四球でなかなかひどい試合でした。せっかく再起をボコったのに負けはきつい。広島対中日、3対4で中日が勝利。勝ったがねー、勝ったがねー、勝ったがねー。ブライトで勝つなんて。来シーズン、ブライトクリーンアップでいいわ。ライマルセーブ王確定きた。ライデル、広島焼き食べてくるね。この後横浜に3立てして、広島アシストや。負けたで。ベース逆転されてるやん。今日の負け痛すぎる。月間20敗目か。逆噴射やん。逆に考えよう。8月までの貯金のおかげで再開に終わらずに済んだ。ヤクルト対巨人、5対4でヤクルトが勝利。スワホー。シュ、今季初の5連勝。鮮やかな逆転劇でした。素晴らしい、ナイスゲーム。長岡が打ってさよならというのが最高やね。長岡最多安打あるな。並木早すぎて笑った。中日勝ったから離されるわけにはいかない。グッバイ言えない。今頃伊豆口はお説教を受けてるとこだろ。戦力の見極めだから、むしろダメなことがはっきりしてよかっただろ。ドラゴンズ優勝。オープン戦1位の中日と3位のヤクルトがゲーム差なしの再開争い。タッツ665あるで。